いや、でも牛乳屋のせがれもいい男だったよ、すっげえ。ただな、なよなよしてただけで。やばいさ、うちの姉ちゃんがさ、離婚した原因って言ったっけ？これ言って、なんかちょっとオブラートに包んで言っていい？なんか、なんで、ちょっとダメだったかって、これ本当は、本来言っちゃいけないようなことなんだけど、ちょっと嘘を交えながら言うけど、なんかね、家建てようってなって、なったんだよ。家建てようってなって、やっぱ、向こうが旦那さんで、嫁いだ身だからさ、うちのお姉ちゃん。嫁いだ身じゃん。だからそれで、なんていうの？お姉ちゃんがさ、まあ、家建てますってなった時に、建山にじゃあ家建てようってなって、で、なんか、変な空気が流れるのってわかる？あ、それ言ったっけ？あ、それ言ったっけ？そうそうそう。で、詳細にちょっと言わせて、変な空気流れるじゃん。これ金どっち出すんだって。空気流れない？みんなのさ、家はどう？なんか結婚してさ、家建てた人いる？結婚して家建てた人っている？あれってさ、自分の経済力だけじゃさ、建てらんないじゃん。まあ、ローン組んだり、まあ、でも頭金って必要じゃん。頭金が多ければ多いほどさ、ローン短くなるし、自分のさ、子供がってなったらさ、多少は出してやろうってなるらしいのね。田舎だと。俺別に出してもらいたくねえけど。夫婦で折半、じゃん。だけどでも、まあ、恥ずかしながらやっぱ牛乳屋のせがれってね、銀行が金貸してくれねえんだよ。で、うちの姉ちゃん、ちゃんと会社勤めで、まあ、比較的収入が多かったから、お姉ちゃんがローンしなきゃいけないみたいな話になってたり、じゃあ、土地代を浮かせようってなって、おい、任せろと。任せろ。俺、うちに、もうちゃんとね、もう場所はもうバッチリ用意してあるから、そこに、ね、うちのお父さんが家建てて、ね、そこに住もうってなってたんだよ。お父さんもさ、材料全部買ってさ、じゃあいざ建てましょうってなって、現場見に行ったら、もう地獄、ドラクエ4のさ、あそこみたいなところ。ドラクエ4のさ、あそこなんだっけ、とんでもないぐらい、汚染された地域。そう、アッテムトみたいなところに、そう、アッテムトに用意、いきなりね、連れてかれて、さあどうだ、ここに家を建てようみたいなことになったわけよ。で、うちのお父さんが、どうやって建てんだって話になって、そこでどんどん家族関係が、こじれていって、夫婦仲が悪くなっていって、そう、エスタークいるところ、その、毒沼みたいなね、ところに建てようとしてたらしくて。で、なんか、それでなんか家族関係がごしゃごしゃしてきて、ね、やっぱりさ、旦那さんにさ、ガツンと言ってほしいじゃん。だからみんなも本当にね、そういう時って一番大事なのはやっぱ当事者の男側なんだよ。うちの姉ちゃんものすごい気強いのね。もう、どんぐらいだろうな。香川。ニコ生って香川と互角なのね、本当に。もう絶対、クソ、地元で、千葉で一番怖かったヤンキーと付き合ってたうちの姉ちゃん。マジで。あいつには絶対手出すなって言われてたやつがいたの、本当に。旅団みたいな感じで。千葉県の中でも、絶対に手出しちゃいけないっていう、クソ、ほんと、ヤクザの総長みたいなやつがいたのね。ほんとに。ブラックなんとかみたいな。とんでもねえぐらい、怖いところの、総長みたいな男と付き合ってて。しかも、あっけらかんと。当時16歳と28歳だよ。おいしー木更津行ってナンパしに行くぞつって、俺変な。俺、単車でさ、超懐かしい。俺さ、自分が通ってる学校比較的新学校だったのにさ、毎日さ、姉ちゃんがそのさ、ブラックエンペラーと付き合ってたからさ、それ横付けされて、あいじゃあナンパしに行くぞって、片道2時間ぐらいかけてさ、俺さ、単車の後ろに乗っけられて、ずーっとさ、俺28だからおめえ若いもんだからおめえが高校生ナンパしてこいぞ、俺パシられてたんだよ、ずーっと。クソ懐かしいわ。そんでなんか姉ちゃんに電話させられてさ、おめえの弟、今、木更津でナンパしてんぞ、つって。いや、してないよ、みたいな。言ってさ、おめえでも家帰って姉ちゃんチクったらぶっ殺すかんなってやってたから。全部俺が罪被ってさ。私の彼氏は大丈夫だったつって。いや、なんもしてねえよ。あいつマジいいやつだよ、つって。でもね、あれだから俺いじめられてなかったの。俺比較的ね、気弱いじゃん。だけど、あいつの姉ちゃん、あいつと付き合ってるから、マジで手出すなって。だからね、俺が、なんか地区でちょっとさ、可愛い女の子がいてさ、付き合ってたことがあったのね。で、そいつが、
二個上のめっちゃ怖いゴミみたいな連中がね、三好村を牛耳ってたゴミどもがいたわけよ。三好村を牛耳ってたゴミどもが、俺三好村のアイドルと付き合ってたのね。その、三好村5000人の中のアイドルと付き合ってたわけよ、俺。で、お前うちのよ、あいつに手出しやがってこの野郎みたいな感じで、責められてきたんだけど、うちの姉ちゃんが出てって、そいつらみんな土下座してたからね。すいません、あの、加藤さんの弟だとは知りませんでしたつって、うちの姉ちゃん土下座させてたからね。あいつらマジボコスって出てって。それ以来俺は姉ちゃんに逆らえなかった。うちの姉ちゃん一人で男5人土下座させてたんだよ。私の彼氏あいつだよつって。だから俺は、本当にお姉ちゃんのおかげで高校時代、何にもしてないのに、エリートヤンキーサブローのサブローみたいな感じで。だから、俺だから、何にも俺はだから、力もないし、別に、そんなね、イケてるグループじゃなかったのに、悪いことしても俺だけやられないっていう変な空気だったの。だから地元でね、すっごい内部分裂が起きて、一時期大、もうね、テレビで見るような大派閥があったんだよ。天狗ちゃん派と、ペス派っていうのがあってさ。俺は比較的どっちも掛け持ちしてて、天狗ちゃんっていう配信にも出たことある天狗ちゃん派とペスっていうあのやつがいたのね。悪口、陰ではペスって呼ばれてたやつがいたんだけど、立山戦争が勃発して一時期、そのいろいろいざこざがあってね、そうペスの親友を俺たちがハブったみたいな、そういう、ね、事件があって、もうねペス一族がおいあいつら皆殺しにしようっつって本当に呼び出されたわけよ。で、ああ俺もう今日絶対ぶっ飛ばされるんだろうなと思って、6人ぐらいボッコボコされたのが俺はただ立ってるだけみたいな。俺もうちょっと絵で説明させて、あの時俺マジおいもう殴ってくれ、俺も殴ってよって、本当になんかねバーって並ばされて、6人ぐらい並ばされて、こうやってね、もうボーもう15人ぐらいでボロ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 ってやって、俺この辺に立ってて、もうボッコボコにされてるのに、周りボッコボコにされてて、顔中血だらけになってるのに、ボッコボコになってるのね。それ俺だけ何にもされないって。なぜなら俺の姉ちゃんが怖い奴と付き合ってたから。そんでさ、おいお前らもう行っていいぞってやった時にさ、この6人でさ、チャリンコ乗ってさ、いや、辛かったなーつって、俺はもう何も、みんなにも何も言えない。なんかごめんねって思いながら。あれ辛かった。あれもう本当に殴られたかったわ。超気まずいでしょ。すげえ辛かった。そしたらさ、いっそのことさ、もう関わらなくても済むのね。辛かったわ。俺、だから腫れ物だったんだろうな。よっちゃんなんてボッコボコされてたよ。あいつただでさえ顔ゴツゴツしてんのにさ、タラコ唇が、あいつクソタラコ唇なのね。あの、九州のタラコ2枚分ぐらいの、タラコ唇、もう顔、ハマタみたいなやつだよ。顔唇しかねえみたいな。よっちゃんがボコされてるとこ動画撮ったらクソまで、やあーっつって。あいつドラマみてえな泣き方するから。一番強かったのにな。唇お化けになってたわ。ちょうど今ぐらいの時期だわ。夏の終わりの。今ぐらいの時期だよ。チャリンコでさ、なんかみんなで家帰ってよ、ゲームやってたんだよ。ただ俺はどこかその輪には入れなかった。誰も何しろさ、言ってくれればいいじゃんみんな。いやおめえさ、姉ちゃんがなんかいるからってボコされなくてずりーよなみたいなこと言ってくれればさ、いやほんとごめんよ、じゃあ俺もほんとごめんねって言えたのに、みんなもう触れないのね。すげえ俺と付き合いづらかったと思うよマジで。結局どっち派かったの、みんな仲良くなった最終的には。でももうタブーだよ、すげえタブー、タブー。ブラックエンペラーズちょっと見てみるわ。俺の姉ちゃんの元がでいるかもしんねえから。本当に怖かったあの人は。あ、もうそう、こんな感じ、ほんとリアルにこんな感じ。リアルにこんな感じ。もうリアルにこんな感じだよ。マジで。